聖実賞聖実賞は、ドイツバイロイト高齢君爵師団の勲章。18世紀の帝神がフランス語を話したことから、フランス語名がついており、君爵師は50人であった。その後ブランデンブルク石州賞、石州賞と名称が変わる。聖実賞の制定は1705年11月17日であり、ホーエンツレルン家の一員で、マグリブを統治したバイロイト編教博。 ゲオルクビルヘルムの小生であった。ドイツの軍騎士団に属する貴族は、規模が小さいためほどなく、廃れるものの、1712年に、バイロイト公領で、1734年に、アンスバッハ公領で再び用いられ、ブランデンブルク石州省と解消した。法の改定により、1777年に、石州省と解消されて存続した。一等級のみで、 君騎士50名に限って叙君する。プロイセン王国が1792年にバイロイト公領とアンスバッハ公領を譲り受けると、国王フリードリヒビルヘルム2世が1792年6月12日にプロイセンの王室勲章として蘇らせた。石州章はクロワシ章に次ぐ王国第2位の英典であり、1918年に国の叙君として廃止されたものの、 公園ゾレルン家一門の訓導として続いた。ありがとうございます。